さて今夜はドジミーです。ドジミー地区級のみです。昼飯がもう遅かったんで全然腹が減ってないんで、はい、もう地区級のみで飲んで今日はもう軽めにしとこうかなと思います。というわけで飲みたいと思います。よっしゃ飲もうか。よっしゃパ、はいどうもパテモス協会でございます。今日は久しぶりに風呂に入り地呼吸でもつももうかなって思ってます。暑いなぁ、それにしても。というわけで乾杯。あ、唐辛子か。今日もう箸はええわ。たまに食うと地呼吸うまいですよね。うん、美味しい。うん、いいな、このちまちました感じね。今日はね、もう仕事終わってあの卵でご飯食ってね、でそれから、まあ、編集はしてたんですけど、その後、ね、ゲームしてたんですよ。だるだると、なんてことないですよ。何時間ぐらい、1時間半ぐらいやったかな。2時間はやってなかったと思うな。でいつもやと、ああもうこんな時間やと、もう外暗いと。今日は割に仕事早めに切り上げて昼飯食ってからそれやったら、パタパッと外見たらね、明るいの。いや、当たり前なんだよね。早終わって、早飯食って、動画投稿してから、全部そうだから、早い時間帯に始めてからゲーム終わったで明るいのは当たり前なんやけど、7時前やってんやけど、いや、夏だねって感じするよね。明るいんだもの。ちょっと前までもそんな時間暗かったよ、もう。なんかすごい外明るかった、得した気分になるよね。あの、たまにね思うのは、ふと外見た時にね、夕焼けやったらちょっと嬉しくない？なんか多分その時間帯なんだ、意識せず過ごしてるから気がついたら夜になってんのよ。だいたい夕焼けなんてあんま見ないと思うよね。仕事通勤してたりとか、通勤してても夕焼けなんてそんなのないっすよ。5時から男やで見るか、うん、私あんま見る機会がないんですよ。夕焼けにね遭遇すると、夕焼けの時にちょっと時間って外見てるとね、あら、今ベランダが超汚いんですけど、ベランダちょっとね掃除してね、ベランダに椅子でも置いてね、そこで飲みたいなってちょっと今日思ったのよ。いや今日もうほんまに明るかったし、いやーこれ俺こんなね、もうね夕暮れ時にね、外のねベランダにちょっと置いてお酒の一杯でもね飲むのって言うがやーみたいなね、うん、もし田舎で土地買ったら私は屋上を作りたいんですよ。屋上が欲しいんですよ、どうしても。屋上に真っ白のシーツ干したいんです。憧れへん。病院の屋上とか干してたりとか、あの洗剤の宣伝みたいな感じでさ、まあ、白い草原に干すっていうのもしたいけども、屋上に干したいんだよ、うん、屋上に干したい。で屋上でいろいろしたい、
バーベキューとかね、うん、平屋の50坪ぐらいの建前でどれぐらいするんやろ、建てるとしたら1000万ぐらい建たへんかな、1000万もしかしたらせえへんかもしれないね、シンプルやったら。私は1階は土間でいいんですよ、土間か浮かキッチンとかはもう靴のままで土足でいいんですよ。なぜなら綺麗に掃除するにしても、あの水流したりとかして掃除もしたいから、うん、さもうあのなんていうの、こういうとこで水流せないでしょ、うん、水でシャーってやったらでっかく窓開けてね、店のように、うん、店とかも水洗いせえへんけど、とにかく土間がいいんです、一階は。で部屋2部屋と寝室でバス通りね、うん、それぐらいでいい。田舎でやっとね、意外に安く1000万ぐらいできると思うけどな、入れ付け売ってるやつ、うん、まあ、家付きやと解体せなあかん、もしくはリフォームか。1000万ね、長野県とか田舎暮らし人気らしいんですよ。俺の友達も長野県住んでて、なかなかいいみたいだよね。ただ関西から行きにくいんですよ、新幹線通ってないし、やつは何かあった時とかにもこの年子ってこと、実家に帰ることも増えてくると思うんで、実家に帰りやすい場所がいいのよね、やっぱり関西まで。そう考えるとどこなのかなみたいなね、本当に。滋賀県の琵琶湖沿いとかどうやろ、のどかでいいかもしれんな。なんかそういうとこで探そうかな、もしくはもうトッピーでも遠く行く、北海道とか沖縄とか。でもその話おかんにしたのよ、この間。俺もなんか土地買って出て行ってもいいっていう話だね、もう妹と相談しっちゅう言ったあ、そっかっつって、仕事どうすんにゃ言われ、じゃあ俺は別にどこでも働けっから大丈夫よって、何としても生きていけるから大丈夫や、うん、妹と相談しって言われた、うん、まあ妹は実家におっからさ、どうすんに、その子のとこどうすんにゃみたいな感じだと、任せたって言って行くのか否かみたいな感じだと思うんだよね。よっしゃ、まあ夢の話ですわまだ。というパテモス教会地区級で語る9分ぐらいでございました。というわけでごちそうさまでした。この後もまだ8時半なんでゲームしたいと思います。というわけでまた明日ね、良い晩酌をお続けくださいませ。